お疲れ様です。お疲れ様です。今日の、作業はもうこれで終わりって感じですかね。今日はそうですね。はい。もう完了で。はい。はい。どんな感じの作業でしたっけ？今日はあの古い缶から新しい缶に交換するっていう作業を、はい、やって、はい、はい。それがもう完了したんで、明後日はまあその後残ってるような作業、ウォーキングだったりとか、そういうのをやる予定ですね。はい。全部で何日ぐらい？全部で今日はが5日目なんで、はい、大体6日ぐらい。6日ぐらい。はい。今回のその、はい、今日の現場は結構その3階建てだったりとか、そうですね。はいはい、作りがコンクリートだったりしたんで、はいはい、それで結構なんかいろいろと大変な部分があったり、はい、あったんですけど、はい。でもまああの順当に予定通り終わったって感じですね。はい。なんか本当細かいとこまでこう中までやってて、やっぱああいうのって、まあ、経験していかないと。難しい部分でもあるんですか？そうっすね。なんかまあその最初分かんない時は職長さんというか、はい、あの頭の人に聞いて、はい、ここどうやるんですかって言ってやったりするんですけど、はい、でまあそれがやっぱやっていくごとに同じ場面だったりとか重なってきたりとかするんで、それでまあ、 分かるようになってきて、はいはい、それでまあ、 やってって言われたら自分もできるように順になってくるって感じですかね。はい。石川さんはあの e ライフグループに入社されたのっていつ頃なんですか？去年の7月なんでちょうど1年前。ちょうど1年前。はい、1年前にこの水道の工事を始めましたね。入社されたきっかけっていうのはどういった感じですか？きっかけは、はい、最初あの e ライフグループのやってるバトルボックス、はい、はいはいはい、ジムに最初そのトレーナーとして入ってて、そこからそのまあ松島社長をとあの知り合いになって、はいはい、あとその eLife の会社のことも知って、うんはい、それでまあこういう水道の仕事をやってるんだっていうのを知って、はい、まあ前は違うその職人をやってたんですけど、はいはい、まあ、そこもちょっとあのこの先どうしようかなって思ってたんで、うん、時にまあそれをちょっとそのなんですかバトルボックスを通じてつながったので、はいはいはい、ちょっと転職しようかなと思って。じゃあ最初の入り口はバトルボックスのトレーナー。そうですね、バトルボックスの、はい、渡辺さんの、はいはい、紹介というか。あ、はい、最初から渡辺会長と知り合いだったっていう。渡辺さんとは、まあ、知り合いだったんですけど、はい、直接はその連絡取れるとかじゃなかったんですけど、はい、また違うその先輩を通じて、はい、あのちょっとあのボクシングのトレーナーまたやりたいなって言ったら、じゃあちょっとあの渡辺さん探してるらしいから、ちょっとあの連絡してみるよっていうので、はい、まあすごいまた久々に再会したって感じですね。あ、そうだったんですね。はい、じゃあそこからトレーナーをやりながらこっちの職人の方も、はい、こう松島社長を通じて、はいはい、あの知り合ったというか、はい、それ多分今まで密着した中で、はい、誰もいないんで、そういう感じはかなりレアですね。はい、でもそういう入り方もあるってことですよね。そうですね。はい、バトルボックスで例えばじゃあトレーナーとかなんか、まあ、アルバイトでも何でもしてて、はい、もっとちゃんと仕事がしたいってなった時に例えば e ライフグループで仕事を紹介できるっていうことでもあります。はい、ジムに入る前は、はい、職人やられてた。職人ですね。はい。どれぐらいやられてたんですか？それの仕事が、まあ、重量跳びっていうちょっと特殊な、はいはいはい、職人の仕事だったんですけど、はい、それがまあ約3年ぐらい、はい、やってましたね。どういったことするんですか、特殊なこと？簡単に言うと、はい、普通の人が、まあ、普通に運べないような、はいはいはい、何百キロから、はい、何トンまでのものを普通に持っていけないようなところに据え付ける。まあ簡単に言うと、はい、レッカーとかで屋上とかにこう釣ってあげてるじゃないですか、はい、ああいうのとか、まあ、地下に運んだりとか、はいはい、いろんな
やってるような会社だったんですけど、はいはい、でそういう、まあ、前職のことって、はい、今の e ライフグループでの職人のお仕事につながったりってしてます？何か。ああでもそのそうですね、そういう仕事でもその寸法だとか、はいはいはい、結構きっちりやってたんで、はい、の今 の, その配管やったりだとか、どうこうするときにやっぱ寸法を取ったりとか、はい、どうこうするのはやっぱきっちりやらない、やろうっていうのがあるんで、はいはい、生きてたりだとか、はいはい、あとまあ職人なんかそういう仕事を覚える流れだったりとか、こう例えば準備したりとか、はい、する流れもまあやっぱ職人なんで、まあそうですよ、似てるところはあるんで、はい、そういう部分ではやっぱつながってるのはありますね。はいはい、e ライフグループでは職人っていうくくりですけど、はい、主にどういったことをやるんですか？給水給と古くなった一戸建てとかの、はいはい、まあ、マンションもやったりするんですけど、はい、の水の管とお湯の管を引き直すっていう作業と、はい、排水管、一戸、はいはい、建ての排水の管を新しくっていう作業と、あとまあその詰まりとか、うん、はい、あの排水管で詰まったのとかを高圧洗浄で、はいはい、つまり抜いたりだとか、はい、あとまあトイレ交換もやったりだとか、はいはい、水回りのリフォームって感じですかね。はい、石川さんは入られて1年ぐらいでしたよね。はい、はい、1年ぐらいですね。で、e ライフグループで の, その職人として働いてて、はい、やりがいって何ですか？あ、やっぱあの現場が観光というか、うん、終わる時に新し、まあ、その配管が新しくなったりとか、はい、綺麗にした後にお客さんがやっぱ ありがとうございますって言ってくれたり、はいはい、感謝されることが、はい、まあ、あとあの営業さんにも感謝されたりするのがやっぱ一番やりがい感じますね。はい、職人は未経験の人とかでもできたりするんですか？あ、全然未経験の人とかでも経験積んでいけば全然できるようになると思うんで、うん、はい、先輩とかがみんなあの丁寧に教えてくれるんで、はいはい、全然覚えてやっていけると思いますね。はい、人も募集してますよね、職人さんは。はい、募集してますね。はい、人が足りてないんで、はいはい、この動画を見て、はい、来ていただきたいですね。そうですね、ぜひ e ライフグループにお待ちしてます。今でもバトルボックスではトレーナーをされてる？あ、バトルボックスでトレーナーしてます。毎週木曜日の6時から7時の間に僕は行ってる感じですね。から夜の10時にまではいるんで、はいはい、ぜひバトルボックス来てください。次回ちょっとそちらの動画も撮影してもいいですか？はい、ぜひお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。お願いします。